ぶんひどい状態になってますね。ここも切っちゃって、前回眼球交換したのが半年前か。ちょっと見えやすくなりました？動かないでくださいね。こちらも1ヶ月前からその状態になってたんですね。まあ早く受診していただければね、嬉しいんですけど、お仕事かなり忙しかったんですもんね。しょうがないです。大丈夫ですよ。ちょっと失礼しますね。目を開けててください。眩しくなります。こちらも失礼します。そうだね。前回眼球交換したじゃないですか。で、バイ菌が入って炎症を起こしちゃってます。で、とりあえず今目玉に貼り付いてた柔らかい膜は剥がしちゃいました。で、もう一層硬い膜ができてしまったんです。はい、これはそのまま取るのは難しいので、こちらのコテで焼き切っていきますね。お痛みはないので安心してください。麻酔していきますからね。それではですね、一度眼球を消毒します。こちらですね。はい、失礼します。清潔な状態で手術しますね。です。スプレーでも消毒していきます。目を開けたままですよ。それではですね、正気麻酔していきます。こちらで意識のある状態でちょっとぼーっとする感じになります。です。ガス流しますね。失礼します。どんどんぼーっとしていきますよ。大丈夫ですよ。痛くないですからね。ぼーっとしてると思うんですけど、寝ないでくださいね。まぶたがどんどん重くなっていくと思います。
まだ起きててくださいね。寝てしまうと戻ってこれなくなりますよ。はい、ちょっとふわふわした状態ですね。大丈夫ですか？寝ないでくださいね。本当に戻ってこれなくなりますよ。じゃあ今ご準備しますので、ちょっと待っててくださいね。調整していきます。こちら氷を使っていきますよ。もう大丈夫かな。もうちょっと温度上げますね。はい、この温度で焼いていきます。失礼します。目は開けたままでお願いします。少し熱くなります。焼いてますよ。大丈夫ですからね。大丈夫、すぐ終わりますよ。頑張ってください。はい、失礼します。取りますね。こういう硬い膜が張ってて見えづらくなってましたね。こちらがどんどん乾燥して取りづらくなっていくと、内側に汚れが溜まっていくんですね。そう、蓄積した後にね、頭痛とか不眠とかになってくるのでね、辛かったですね。こちらも失礼します。ちょっとこびりついてますね。はい、取れました。一気に見えやすくなりました。よかったです。ちょっとね、汚れは溜まったままなので、今洗浄もしていきますね。だいぶ良くなりましたね。眼球の周りを洗浄します。あともうちょっとで終わりますからね。氷水につけます。洗浄用の液です。すごい匂いですね。きつい匂いがするんですけど、これも汚れを取るためのちょっと強いお薬なので我慢してくださいね。
大丈夫ですからね。失礼します。はい、取れました。炎症きてた眼球です。こちらも失礼します。大丈夫ですよ。お痛みはないですよね。ちょっと痛くなってきたらまた麻酔いたします。はい、取れました。すごい赤いですね。洗いますね。こうやって洗っていきます。こうやってこすってあげるとこんなに綺麗になりますよ。で、こちら薬のお色がついてしまってるんですけど、だんだん透明になっていきます。 1,2 時間で元に戻っていきますので、ちゃんと白になりますからね。ゴシゴシしてしっかり汚れ取りますね。大丈夫ですよ。ありました。つけるのは一瞬なので固くならなくて大丈夫ですよ。異物反応を起こさないようにこちらの液体につけてから戻します。皮膚とよく馴染んでくれる液になっております。じゃあこちら失礼します。はい、入れました。こちらも入れちゃいます。はい、失礼しますね。大丈夫ですよ。すぐ終わります。あともうちょっとです。もうちょっとでゆっくり寝れますよ。はい、 OK です。ちょっと上向いてください。下向いて、目を回して、くる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 、くる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 って、くる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 、くる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 。
じゃあ大丈夫ですね。また少しでも膜が張った時来ていただいてもよろしいですか？うん、あんまりにもね放置してるとさっきみたいな硬い膜が張ってちょっとね大変になってしまうので少し見えづらいなぐらいで来ていただくのがベストですね。もう今すごい眠たいですよね。ね、ベッドも用意しているのでゆっくりしていってください。じゃあ最後麻酔外します。ありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね。